けどえー、その時になんに、えー、ツ,ツ,ツイッターで、えー、楽天のなんか材料を使っ,て使ったカレーかなんかをのなんかキットみたいな食材をあげてたんですよ、楽天が売ってるかなんかの。で、あのー、そ,のその横にです、ね、ホワイトロリータっていう、ね、お菓子をね 載せてたわけですよその写真が2枚2つ並んでる写真が上がってたの。でネットの人たちってさなんかさバカだからさなんかこうそれを見て、えーまあ、麻生先生が、えー、ねねそのなんか、ね、三木谷さんのことをね、えー、揶揄してるっていうんですかあのなんか悪く言ってんじゃないか意味し今暗黙の意味があるんじゃないかみたいなねのがすごいあったわけですよ。 あったわけですよだから麻生先生に言ったんですよ麻生先生さあ最近ツイッターラブってるしそんなことね麻生先生のキャラじゃないのに何でそんなことするんですかって聞いたらそしたら麻生先生は別に全くそんなつもりはないと。 ネットの人たちがそうやって解釈してそうやって言われてるだけで別にそういう意図,じゃな意図では全くないんですよってことだったんですよだからさ結構このなんか怪獣大戦争は、まあ、視聴者,視聴者、まあ、僕の視聴者じゃないかもしれないけどツイッター民とかですよね特にツイッター民とかがたきつけてる可能性が多いと思うマジでそれで誤解してみんなボタンがかけ違ってきてぐちゃぐちゃになってるのはあると思うんですよこれ見てる側にもある程度責任がね、えー、僕はあると思いますようん、まあ、だからさもうみんな、ね やめてさペル行こうぜペル行こうぜみんなマジでねみんなひねくれてねえでペル行ったら変わるぜ全部で俺はね、あのー、青汁それは表向きの回答だよいやそら分からいよ、あのー、麻生先生の本意ーンなんて分からんないよもうな人の内心内心なんて分か,ら分かるわけないんだから、はい、人の内心を証明することのねあの,ー、ねあの難しいことはないんだけどあそうウクライナの女性イコールホワイトロリータみたいなさどんな妄想してんねんみたいな話ですよ まあ,だからまあ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 僕はえとその怪獣大戦争は早く終わってえなんか平和なね日,本日本をねみんなで良くするような未来を作ってほしいと思うんだよインフルエンサー同士があるてもしゃあないから今こそ結託して日本を良くするべきなんじゃないんかなって僕は思いますけどねうんまあそれはやっぱねまあ難しいことなのかもしれんけどうんみんなペルー行ったらできると思うようん宗教みたいいや宗教じゃないからマジで宗教みたいってこういうやついるけど本当に宗教違うからねこれは本当に。 いや丸くなってしまったな青汁が丸くなってしまったわやべえわうんまあということ